イエーイ、キャイン、伊藤様、お願い。はい、心つながるポジティブテレビ、天野くん。この番組は MC 宇土鈴木が本気で挑む地域情報バラエティ、町と日本と世界の心を一つに、ほんわか笑顔をお届けします。宇土様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやでもどういう人だか人かっていうのはますますわからないでしょ。いやそうですね、うん、なんかできればですね、あの幼少期のお話とか聞きたいなと思いますね。はい、すごい最高ですね、できればですね、幼少期のお話完璧ですね。今までの小堺さんの話聞いてた。いやすごいカチカチじゃない。いやこれね、はい、俺この頃ね、いろんな諸先輩聞くとね、はい、あの大将もそうだけど、幼少期暗い子だったって言うんだよね。そうなんだ。あんまり人と話すの苦手で植物園行って絵描いてたって言うのよ。え、小坂さんが。いや、金ちゃんが。金ちゃんが、うん、聞いてる話。それでだ、そういう人があのよくほら、いや、あ、全然最初テレビで見た時金ちゃんと思わなかったんです。いや、さんまさんはあのままだったらしいけどね。たけしさんもそんなにこう学校でうわーってことでもなかったっていう、なんかそういうのがかっこよくない？なんか、いや昔僕俺ね、このままなの昔。あーでもすごい。じゃあずっともうふざけるのが好きだったんですか？そうそうそう。あ、そうなんだ。あのそういう変なうちだったからね。変なうち。うん。帰れ、あの昭和一桁のお父親だったから、うん、キャブ台ひっくり返してすんだよ。怖いんだよ。出てけとか言うんだよ、ね、うん、お母ちゃんに。と母親の答えが出てけって言ったらどっからって言うんだよ。親父がっとっつったんだよね。でっとって、あ、そうやると喧嘩になんねえんだなとかね。そうですね、はい、で母親も授業参観なんか来るとね、みんな緊張しちゃうじゃない、ええ、俺嬉しくしょうがないから、はい、授業参観来ると母親が力を入れてくると普通に、あ、おばさんこの間ありがとうございましたと、あ、元気こそかやくんとか言って、誰誰ってお母ちゃんうちのって面白い家ですね。家族ぐるみでコントしてたんです ね。土壌はもうそこにありますね、うん、そうだ ね、変な家だったね。そういうことをふざけんじゃないっていう家だったらこういう子にならないよ ね。でも芸能界に入るっていうのは小坂さん、そっからでもずっと結局それが面白い家でやり取りしてたら、まあ、家も学校もってこう人気者になって、もう自然にじゃあ子みたいになろうっていうふうに。いや、そんなことないです。え、ないです。ないです。うん、青木ドナウっていうディズニーの映画見て、ウィーン少年合唱団に憧れて、小学校の先生に、僕先生ウィーン少年合唱団に入りたいんですけど、そしたら今からウィーンに行っても言葉も通じないし日本にも合唱団あるわよって、その先生がね、あのいろんなとこ紹介してくれたのよ。合唱団は。で NHK の合唱団が一番基本がしっかりしてるからいいと思うわよって言ったんだけど、譜面も読めないわけ俺、別に今でも読めないし、聞いて覚える方だけだから。なのに受かっちゃったんだよ、四次試験まで。すごいですね。なんで、で後で聞いた、50周年の時司会やれって言われて司会しに行ったら、うん、OB の OG のお姉さんが、なんで小坂役受かったか分かるって言うから、そうなんですよ、受かるわけないんですよ、譜面読めないし歌を歌うだけだから、うん、ああいう面白い子いないとつまんないから入れてって先生に言ったのっつってそれでそこで出て1年出てたの NHK に。それであの僕だけクビになったんですよ、合唱団を。1年経ってその番組も、うん、で合唱団も卒業って形でなんか さようならさせられちゃって、それも嘘つかれてね、 NHK の1階の食堂あるじゃない、うん、あそこで今度企画が変わりますと、でこの子供のグループも解散になるんだと、うん、いやそうかと思って、で日曜日収録で遊べないからよかった、ちょうど、うん、だから何週かしてどういう番組になったのかなって見たら俺以外出てたのよ でやっぱり、あ、そういうことねと思って。でもそれからまあやっぱり裏を見たからテレビ、あ、綺麗だなと思ったけど、このベニヤで、あ、後ろはあのなんとかなんとか装飾とか書いてあるとか、うん、あの優しい歌のお姉さんが付き人を引っ張ってるとかやっぱり芸能界は怖いなと思って、あ、やっぱり才能がある人が出るとこなんだなと思ってたの。でもその一緒に出てた子がしょっちゅうお茶飲んだりしてたのよ、うん、年賀状出したり、うん、その女の子が銀座なのにハガキ出しちゃったの。小坂さん、そしたらオーディションが来たのよ、うちに、うん、だからそれで行ったんですよ、面白いから思い出作りで。
へえ大学の。そしたらなんとなくご就活にいちゃって間が良くていい間に出たから、うん、僕の次のチャンピオンは竹中直人さんですか。かぶってたら負けてますよ。いや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 、小坂井さんすごいです。でもそのやっぱお友達ずっとやっぱ小坂井さんのことを思って絶対面白いから。そう今はあれですよ、あの今そういう言い方したら怒られるの、女社長ですよ、人材派遣会社の。へえ、バリバリやってますよその人。すごい。だから困ったらその人の会社行こうと思って。いやー人材派遣で、ね、人材派遣でも、もうお笑いの人材派遣をまず初めに銀座なのに、じゃあもう先見の目があって銀座なのね。すごいです。小坂井自分からじゃなかったんですね。自分じゃないですよ。僕自分でやったことでうまくいったことないですよ。いただきますもそうだし、金属もそうだし、みんなやってみなやってみなって言われたことですよ。自分でやりたいって言ったのはなんだかないな。でドラマ出たいですって時、ドラマ出て16回 NG 出してディレクターに引っ叩かれて、ドラマ向いてないな、ドラマで出るの嫌だなと思うとドラマが来るの。そういうもんなんですか。うん、不思議だね。不思議ですね。やりたいと思ってる時来ないね。はあ、だからご近所でよく役者さんも歌手の人も皆さん言ったのが、はい、今日俺最高だったっていう日があるじゃない、はい、そういう日に限って舞台袖行くってやったと思ってたスタッフが、今日どうしたのちょっとあれだったよねって、え俺いいと思ったので、歌手の人も今日声出て最高だと思ったら、今日なんか調子悪かったかって、で自分がああダメだ今日ダメだったな、今日歌ダメだったと思うとスタッフが袖で「すっごかった今日」って言って「分かんない」って。自分がいいと思ったのがいいんでもないんだよね。確かにあると思うよ。もう10年やってたらやっぱりこう「あれそんなに今日面白いこと言ってないのになんでウケんだろう」とか「このネタどうだあれ」ってね。そうしたら M−1 のその2回戦の時に、もう最高の今まで練習した中で最高のネタができたんですよ、うん、で袖に帰っていって、次の番手の人がいるんですけど、その人の前でよくやったなって握手交わしたんです。しっかり求められたんです。いけたなっつってしっかり落ちてました。でその人たちは受かってました。はい、あれ分かんないな。分かんないですね。はい、だからそういうことがあるか。ずっと分かんないんだよこの仕事きっと。そうなんですね、うん、で時々時々一緒の時があるんだよ、うん、ゴルフの教室と一緒はぁやったーというと大体次ダメだろ。あできんで あんまりうまくあの教室がなくなるとみんなゴルフやめるんだけど、うん、18ラウンドで2回ぐらいいい球出るとゴルフやめないよね。あそうなんですよね。僕らの仕事もきっとそうだと思う。あ5年に1回ぐらいやったーと賞賛が一緒の時があるんだよ。と賞もらったりしたんだよ。なんかほらりゃりゃりゃみたいなとしばらくないんだよね。でもそれがあるからやめないんだよ。なるほど。小坂さん意図しないことで受けてすごい受けて、あの準備したことで受けなくて意図しないことで受けてもこれっていうのはいいんですかね。自分俺分かんないけど先輩とかって言うのは意図しないことで受けてんじゃなくて自分の中に溜まってるものがじゃなきゃ出ないって。自分の中にできないことはやれてないはずだから、どっかで溜まってたことが冷蔵庫にサーロインがあるのに使ってなかっただけだよ。サーロイン使ったんだよお前。へえ。だからないものは出ないって。そうなんですか。うん、あのへえ。だからないもの出ないって言われて楽になったの。ああ。ないもの出ない。あるものしか出ないんだから。そこで頑張るの嘘じゃん。だから大将が関根さんにはうまいこと言って、はい、お前の芸は20万持ってると20万見せるんだよ、はい、12万隠して8万見せたらここに余裕ができる。余裕がないって。で俺にはお前 50cc のくせに60キロ出すからうるせえ。ベンツ 3000cc 60キロ静かだよ。すお前 50cc なのにやーってうるさいんだよ。はあ、で勝さんはうぬぼれてるやつしかできない芸だよね。それうぬぼれてんだよな。うまいだろう。うまいだろうが一番鍵つけるのは客だよ。嫌だなって。でうまいって言われたら喜ぶなって言われた。いいねって言われたら。いいね君。
うまいねーは、うまいねーの次だっていいねーは。そうなんですか。うまいうちはダメだって。で、大将が言う時は、うまいうちダメ。かつさんは、うまいうちはダメ。坂井さん、坂井さん、僕の歌はどうですか、いかがなもんでしょうぐらいがいいんだよ。そういう言い方ですね。で、貯金80万しかないのに100万持ってるっていうのは嘘だもんね。お客が辛くなるんだよね。よく言ってたよ、カツさんも。一番辛いのは素人が頑張るのを見せられることだって。プロは遊んでくれる。今の役者は俺が見に行くと褒められようとするって。カツさんに褒められようとする。いやらしいんだよ。上手い人は遊んでくれる、ね、で遊べるぐらい稽古をすると、もうセリフなんか勝手に出てきちゃうぐらいまですると、あ、なんかそいつの溜まってるもんが出るっていうのね。でどうしたんだよっていう時に、どうしたんだよって言って、それまでどうしたんだよってやってたのが、この手がいらなくなる。どうしたんだよでお客がいいってな。だから変なんです、ワークショップやった時ね、はい、亡くなった川島直美さんと、はい、ウェン・ハリ・メット・サリーのワンシーンを外国の演出家の人がワークショップでやってくれて、はい、でやってたんだよ、はい、だからその先生がね、女の人、おばさんが、カズキ、キスハー、キスハーっていうの、キスしろって感じ。そんなシーンないんだよ、はい、でももう余計なものがいっぱい見えるから、キスして。嬉しいじゃん、川島さんキスしていいですね。おいってキスしたのよ。でその時大丈夫って慰めるシーンだったの。でそれまで大丈夫とか、その大丈夫とかティッシュあげたり肩抱いたりしたんだけど、キスしたらね、俺ただ大丈夫って言ったの。ドミノゴーって言ったの。だからもう余裕ができた。ない、大丈夫に全部もうキスしてるから。キスしてないからいろんなことしようとしたわけ。なるほど。キスした仲だから、うん、大丈夫かって言ったら、彼氏の顔になるわけだ。おー、ね、だそれから何度ももう一回していいですか。そこは余裕ないんです。一回で使い切っちゃいました。宇藤様、はい、何か小堺一機様にお渡ししたいものがあるんですよね。そうなんです。愛する小堺さんに、私の弟が作っているお米、ぜひ食べていただきたいです。ありがとうございます。はい、こちら番組からぜひ小坂さんプレゼントです。よろしくお願いします。いただきます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。宇藤様、はい、最後に聞きたいことありますか。やっぱり、ま、前向きポジティブ対談なんで、ぜひ小坂さん、はい、小坂さんの前向きになるにはっていう、もしヒントやポリシーあったらぜひ教えていただけないでしょうか。はあ、前向き、前向きってこの頃流行ってるじゃないですか、はあ、ポジティブシンキングとか、はい、はい、昔ね、これも先輩に教わったんだけどね、人間って大事なもん全部前についてるんですよね。え、目、鼻、口、後ろにないでしょ、はい、後ろ向くって無理してんだよね、うん、お、余計なことなんだよね。普通にしてれば前向きなの。わ、前にはいっぱい可能性があります。後ろには思い出があります。お、ね、小坂さん、はい、だからこれショックない、本当に人間って前についてるでしょ。そうですね、本当ですね。大事なところは、はい、ね、そういうことなんですよ。普通にしてればいいんじゃないですか。ああ、普通に肩肘張らずに、そう、多分前向いてるのに前向きって思うと飲めるよね。お、お酒飲める。それ飲める。ジャーニー。ちょっと井上潤さんっぽい。本当だ、前向きっていう感じじゃなくて前向き、そうそうそうっていう感じで、はい、前、元から前向いてんだもん。そうですね、うん、そう思ったらなんかすごい、本当に気持ちが本当に自然に前向きになれますよ。 だってこうやって運転する人いないじゃん。いないじゃん。危ない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 、うん、ね、はい、前向いてんだよ、真面目に前向き、はい、千葉県アマン、はい、しっかりと前向いて。いや、だからそれが良くない。それが良くない。お前力入りすぎてる。それが力入ってんだよ。小坂さんの話聞いてただろ。自然にもう前向いてんだよ。前向いてました。やった。一回ね、上げてね、ポンと落としていいよ。なるほど。上げてポンと。ポン。はい、それで。うん、前向き。ごめん、俺の教え方が間違った。
偉大な愛する先輩小坂井さんのお話を聞いてね、もう笑いすぎてお腹減りましたよ。小坂井さんごめんなさい。ないですか。いやいやいや、やめてください。なんで謝るんですか。とんでもない、ごめんなさい。ありがとうございます。でもお腹減りましたね、本当にちょっとね、小腹が ね、はい、ね、そうおっしゃるかと思いまして、ええ、今日は美味しいスイーツをご用意しております。あら本当ですか。本当、はい、宇土様と小坂井和樹様専用のスイーツデリバリーサービスです。カモン。あ、どうもどうも、宇土イーツです。よろしくお願いします。小坂井さん、あのうちの息子にすごい似てるんですけど。そうですか。小坂井さん、いや、だいや似てます。だって息子さんですよね。似てます、やっぱり。あ、そうですよ。そうですか。君翔太くん。あ、僕はあの小坂井和樹の息子の翔太と申します。よろしくお願いします。翔太さん、はい、今日なんか持ってきたの。はい、今日はウードイーツということで、東急沿線エリア内の飲食店を応援すべく立ち上がった企画ということで、うん、お届けに参りました。翔太さんが、はい、息子の翔太さんがお父さんの小坂井さんにお届けに上がりました。すごい似てるし、服も茶色の偶然ですか。服がそう、すごいたまたま今日ね、かぶっちゃったんですよ、服が。すごいですね。合わせたわけじゃないのに服がかぶっちゃって。そう、さすが親子。親子ですね。俺こうやって小坂井さんと息子さんの翔太さんが一緒の、このようなことが起こりうる。最高ですよ。小坂井さん、翔太さん、こういうことありますか。初めてです。初めてです。一緒に出るのは初めてです。一緒に出るのは初めてです。はい、はい、何も言えなくなっちゃった。すごい奇跡、ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にいつも宇土さんにはお世話になっております。うちの父が。やめてください、翔太さん。僕がお世話になってるんですから。お父様にずっとずっとこの世界で。自分の息子に言うのもなんですけど、一番喋りちゃんとしてるね。本当ですね。すみません、僕らのはずなんですけども。噛んでないもんね。いや、さすがですね、翔太さん。うまいですね。いやいや、うまいですか。ありがとうございます。さすがです。ちょっとあの遺伝子一応受け継いでるもので。すごいな。はい、ありがとうございます。翔太さん、ちょっと何中身は。カバンを開けたいと思います、はい、やり方も。ではお願いします。はい、誰になったの、その名前。宇土様、大岡山にあるリメルです。リメルです。どうも、可愛いですね。駅前の東急病院からすぐ、大井町線大岡山駅の大人気パン屋さん、ヒンメルです。ヒンメルとはドイツ語で空、天国という意味です。ドイツで修行を積んだ金永シェフが十数種類の生地すべてに愛情を注ぎ、手間暇かけ作り上げた香り味わい豊かなパンがいっぱいです。全部食べたくなるパンの中から今回ピックアップしたのはこちらのクラプフェン。元祖ドーナツとも言われ、ドイツで衝撃を受けた金永シェフが日本に持ってきたんだそうです。作り方は生地をスプーンですくい油の中へ、丸いドーナツとは違い形がゴツゴツしていますが、プルルンと弾む生地の柔らかさ、見た目と食べた時のギャップにきっと驚くはずです。伊藤様、小坂井和樹様、クラフェン美味しいので食べてね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。改めてですね、うん、はい、あの小坂井翔太様がなぜ今ここにいらっしゃるのかと言いますと、はい、実はですね、 FM サルース、はい、FM 品川でですね、はい、生放送のサルースオールインワンパーソナリティを務められていて、はい、今日本番終わりに近かったので、はい、駆けつけてくれたんです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。翔太さん、お邪魔します。息子がお世話になっております。お世話になっております。ありがとうございます。お世話になっております。翔太さんが来てくれて、はい、まさかナレーションもやっていただいてですね、今までで宇土様お願いしても一番聞きやすくて分かりやすいナレーションでした。本当に神回ですね。ありがとうございます。今までいろんなあの後輩の芸人さんがチャレンジしたんですけど、みんな宿泊してましたけども。今まではじゃあいろんな意味で神回だったって。神回、おー、はい、
あのこれも遺伝子です。さすがですね。全て取られましたね。ありがとうございます。はい、はい、さあということで今 VTR で見ていただきましたヒンメルさんのですねクラプフェンを皆さんにも食べていただこうということで今目の前にありますのでぜひ召し上がりください。はい、これも食べましょう。ありがとうございます。いただきます。画面で思ったら大きいね。そうですね。うん、あー美味しそう。うわー本当だ、ね、これちょっとさっきもありましたけど硬そうで全然硬くないの。おー硬そうなのに硬くないレーズンが入ってるんですね。はい、中にレーズンが入っていて、うん、そうですね。あとはそうきび砂糖をまぶしてあるということ。きび、はい、きび団子のきびかな。きび砂糖、そうですね。へえ、お腰につけたきび団子食べてみていいんですか。ぜひこれ外しますよ。あ、そうですね。あ、すいません。あ、いや、こだかね、こだかね。あの、いやいや、メガネじゃなくて、あ、こちらのシールドの方ですか。ボケますね、さすが。すいません、余計なことがある。いただきます。あ、ドイツのお菓子ってあの昔ドイツに取材で行った時に、はい、味がすごい濃いなと思ったんですよ。はい、そう思ってあの覚悟して食べたらすごく日本に合ってる。日本人の甘さに。あ、そうなんですね。うん、多分シェフの方は多少日本向けにしてくれたったんじゃないですかね。おー、でも美味しい。やった。濃い紅茶とか、はい、ブラックコーヒーがいいですね。あ、合いますねきっと。うん、はい、濃い紅茶食べてよ。あ、はい、ありがとうございます。ヘメさんもどうぞ。はい、俺が買ってきたじゃないいただきましょう小坂井さんの、はい、本当小坂井さんが言う通り、ね、見た目硬そうだけど全然硬くない。柔らかい。あらまあ豪快にうまいね、おいしいよね。はい、これうまいね。クラップフェン、おいしさ、ビッグラップフェンさすがでございます。さすがでございます、はい、さあ、次の番です。怖いな、このスタジオハードルがすごい、ね、いただきます。じゃあ、きねん君からいきましょう。いただきます。すごい、もう見た目はですね、あのサーターアンダギーみたいですね。あ、はい、あ、でも中身が、ね、うん、うんうん、あ、うまっ、うん、おいしいです。うん、あのサーターアンダギーの8倍うまいです。8倍うまいです。でもなんか沖縄のお菓子っぽいね。そう言われれば、ね、確かにそうですね。揚げ菓子多いでしょ。あ、多いですね。確かに揚げ、はい、揚げまんじゅうみたいな。はい、さあ千葉君、うん、まあ、元祖ドーナツって言われてますからね、うん、召し上がりたいと思います。うまいぜ。これ作った人どんなやつ。一応どんなやつかと申しますと、はい、あのドイツ修行中に衝撃を受けた金永シェフがお作りになっているということでございます。言ってます、ね、はい、すいません。金永シェフすごい、本当にどんな人かどんなやつかを説明してくれ。翔太さん、はい、すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それでは翔太君どうぞうわ、お父さんから息子さん一番怖い振りが35年生きてきて一番怖い振りが来ました。じゃあちょっといただきます。はい、いただきます。うん、うん、あ、うんうん、本当に見た目ゴツゴツしてますけど柔らかいし、うん、食べ応えあり、美味しいですね。優しい甘さだし、うん、だ、いくらでもいけそうな感じがしますね、うん、すっげー真面目に言っちゃったんですけど一番いいし食レポですよね。大丈夫だよね、うん、あの無理しないっていいと思いますね、え、ちょっと着いたとこでやっぱり千葉君どう、もう一口食べて。いやー、そうですね、やっぱですね、やっぱこのレーズンが効いてるみたいなんでね、ちょっといただきたいのが最近、うん、うわっ、これレーズクイーンもうまいと思いますよ。これレーズクイーンにも食べさせたい。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。それでは小坂井和樹様、今のドーナツ星いくつでしょうか。星3つでした。
押しぶどう3つですだったね。いやいやいや、ストイック、めちゃくちゃストイックじゃないですか。いや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 、ダメだな。とにかく最高です。巨匠、ありがとうございます。いや、今日は本当奇跡が起こりました。本当に憧れの大先輩の小堺さんと、そしてまさか息子さんの翔太さんが来てくださって、小堺さん親子共演テレビ初、すごい奇跡。それを真面目に真面目にすごいところに俺たちいるな。本当です。本当です。ああ、はい、ありがとう。すごいですよ。本当だ、小堺さん。はい、ありがとうございます。小堺さん、ありがとう。ドラマですか、これ。なんかのドラマですか。 俺やってねえんだよ。必ず証拠掴んでみせるからさ。ありがとう。俺やってねえんだよ。小堺君、人情サスペンスですかこれ。小堺さん、いやいや、あのここはあの面会のシールドじゃない。カットになるから。すいません、ありがとうございます。いや本当にすいません、本当に最高でした、小堺さん。すいません、小坂和樹さん、小坂翔太さん、誠にありがとうございました。ありがとうございました。最高でした。それで真面目に回り、きれいな千葉県、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いや、また来週。ためらいは誰にでもある。じっくりと考え見つめ、時と風に聞く。ためらいは誰にでもある。じっくりと考え見つめ、時と風に聞く。ウド様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ショッピング専門チャンネル QVC で人気の商品を視聴者の中からプレゼント。こちらの宛先にご応募ください。当選は発送をもって発表とさせていただきます。お待ちしてます。